ごめんなさい。改めまして、お誕生日おめでとうございます。いやー、ねー、一部から今日ね、かなりのセットリストやってますね。はい、ねー、いい汗感じますよ。ありがとうございますよ。さあ、ただいまお届けしましたので、ね、新作秘密の歌ということで、ね、ちょっとね、ちょろちょろね、ちょっと世界観でお届けしておりますが、ね、いい顔してましたね、皆さんね。ブラボー、拍手。どんな気持ちでこれは踊ってるんですか？たなきだった、幼虫だった、今日が、なんて言うんだろう、蝶になって、蝶になって、メタボルスなるほどね、たなきから蝶に進化する、私と重ね合わせで、そういうことね、素晴らしい、いい表情でね、踊っていただきました、カメラ増えてましたね。ということで、今回ね、お誕生日を迎えまして、たくさんの皆様来ていただいております。ありがとうございます。今回も予約がね、すごい早い段階でバババババババと入っちゃってね、本当にね、いっぱい、もう入れるかなっていうぐらいでね、パンパンでね、お誕生日参りました。皆さんね、たくさんのメッセージもありがとうございます。本当は、ザイクの方からコメントいただきます。今度お誕生日おめでとうという皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。公職されたいとか書いてあるね。公職されたい。ねえ、ということで、26歳になりましたね。はい、今年の方がちゃんでごめんなさいね。ラムちゃんとルナちゃんと同いですが、そうですね。でしかもラムちゃんとなんとね、誕生日も一緒、1994年7月11日生まれの子がもう一人いるんですよ。うん、ということで、26歳このね、年の子はね、本当に層が厚いですよね。ずっとなんて言いますか、層が厚いなって言って、なのですか、26歳の層、あ、そうです、ね、そう、バーレス東京の中で、ね、今使いすぎて会話が出ないくらいすいません。ということで、26歳になって何かチャレンジしたいこととか抱負ありますか？さっきもそれ聞いたじゃないですか。せっかくだからちょっと、じゃあね、じゃあ女性として26歳女性として、ああ、そう、どこ行こう。ちょっとイクミネーションっていうのに登録してるんですけど、イクミネーションっていうの中でココちゃんはやらかすというか、ちょっとおちょこちょいっていうすごい言われているので、もう少しちょっとこういろいろ細部まで気をつけるって、気をつけて転んだりとか、気がする出張ダメだよね。そう、ありがとうございます。最後のお二人と思います。今日もイクミネーションっていうのメンバーたくさん揃ってたね、一部からね。イクミネーションって皆さん知ってますか？ね、ちょうどね、ココちゃんのね、あの楽屋、こちらがね、はい、ここで私はいつも着替えてるんですけど、ここら辺で着替えてるんですけど、ここら辺がだからイクミネーションって言うんですよ。そうなんですよ。イクミちゃん中心にいろんな女の子がね、集まって、そこがね、またね、わきあいあいとしてるわけですね。今日はでも、すごいここが大集結してしまって、あ、本当、ちょっと密になるね。密に、そう、暑いです。そう、なるんで、うまくやってほしいですけど、はい、ね、仲いいですよね。あと、メンバーは、ね、今日セナちゃんみたいね。今日はセナシーと、シンディーとスタバちゃんと、あとイクミさんいます。あ、いるねー。イクミさんがめちゃくちゃ衣装をサポートしてくださって、今のところ全部綺麗に間に合ってます。素晴らしい。ありがとうございます。本当に素晴らしいですね。もう壮絶にか、早くないな。ほんと壮絶に。もうすごいね、もうみんなね、何も言わずに目と目で会ったらもうチャックするんだよね。そう、私が立ってるんだよ。お疲れって言ったらもうチャックピッてね、下ろしてね、すごいのよね、この連携がね。そんなところね、全然教えれたらね、いいんですけれども、はい、そんなイクミネーちゃんちね、本日もね、みんなの力を支え合ってやっております。はい、ね、ココちゃん、まだまだね、見どころたくさんありますからね、リブさんと、今日もお楽しみにしております。皆さん、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、3人でまだまだ続いてのナンバーをお届けしましょう。それではこちらのナンバーからレッツゴー。